ジョゼ・ジュリオ・デ・ソーザ・ピントは、ポルトガルの写実主義の画家である。パリで活動し、高く評価された。アゾレス諸島のテルセーラ島のアングラド・エロ・イズモに、医師の息子に生まれた。14歳までテルセーラ島やサンタマリア島、サンミゲル島で育った後、ポルトガル本土のポルトに移った。1870年から1878年まで、ポルトの美術学校で、 画家のジョアン・アントニオ・コレイラやタデウでアルメーダ・フルタード、彫刻家のアントニオ・スワレス・ドスレースに学んだ。1880年に留学奨学金を得て、同僚のエンリケ・ポーさんと共に、パリに移った。パリでは、アレクサンドル・カバネルの工房で学び、パリ国立高等美術学校で、ウィリアム・アドルフ・ブグローやアドルフ・イボンに学んだ。バロック期の画家、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロや同時代の画家、 ジャン・ジャック・エンヌエルの作品を模写して修行した。サロン・ド・パリに毎回出展し、何度か賞を受賞した。作品をフランス政府に買い上げられ、リュクサンブール美術館に収蔵された、最初のポルトガル人画家となった。その作品、ジャガイモの収穫は現在はオルセイ美術館に移された。母国のポルトガルにもしばしば帰国し、リスボンやポルトで展覧会を開いた。 ブルターニュの風景や人々を描き、ブルターニュのポンスコルフで死去した。1920年にポルトガル政府からサンティアゴダ・スパーダ騎士団勲章を受訓し、1932年にキリスト騎士団勲章を受訓した。ありがとうございます。